ニーハオ、リサです。今回は来日3年目のお話です。日本に来てまだ間もないですけど、いい高校に行きたかった。それなのに難しく、制度の壁というのがありました。願書？併願って聞き慣れない言葉が溢れたり、公立1校しか受けられないと言われたり、受験料が高いのに私立高校も受験しなさいと言われたり、先生は確実に受かる偏差値の高くない学校を勧めてきて、私が行きたい偏差値の高い学校を調べてくれない。塾にも入って偏差値の高い高校に入るために頑張っていたのに、ある先生に無理無理と言われたり、陰で笑い事にして他の学生と話しているのを見たこともありました。結果、第一希望の都立と併願1校だけ受けて、第一希望は落ちたけど私立の方は無事合格できて、しかも奨学金によって親に経済的負担をかけずに通うことができました。日本語もできるようになって、高校では本当に日本人のように周りに溶け込んでいました。好きな勉強して、好きな部活入って、友達と遊びにも行って、楽しかったな。余裕が出てきて、日本語教室で自分より小さい子の面倒を見たり、地域のボランティア活動に参加したりで、積極的にやりたいことにもチャレンジしてました。あ、バイトもこの時に始めました。お金を稼ぐというより、学校以外で日本語を使う場面を増やしたかったです。実際敬語とかマナーとかすごく勉強になりました。お箸一膳持ってきてって初めて言われた時、膳って固まってたのを店長が助けてくれたのも懐かしいな。いろんなところで自分が中国人とか意識せずにやってましたけど、周りの人にリサのような中国人がいるんだね、見る目が変わったと言われた時は本当に嬉しかった。逆に考えれば、日本では中国はあまりいいイメージを持つ人がいないってことが悲しかったけど、楽しいことが多かった高校生活ですが、ちょっとムッとなることもありました。ジャパニーズオンリー事件です。高校の語学留学プログラムがありましたが、両親の経済的負担になると思って、奨学金の出るものを一生懸命探しました。でも日本人が条件であるものしかなくて、留学を諦めることになった。今の自分だったらどうなんだろう。もっといろんな調べ方ができたかな。奨学金以外の手も考えられたかなと今更ながら考えてしまいます。でもいいんです、その悔いを力にもっと頑張るんです。次回は日本あるあるの文系理系で悩むことになりますが、チャンネル登録して次の動画で見てね。